じゃあ一郎さん、はい、早速なんですけど、はい、一郎さんに選んでいただいた12名の選手を一人ずつご紹介いただきたいと思います。まずはヤクルトスワローズ、はい、金田正一さんです。お、一番の大御所来ましたね。一番最初に実はハワイでお会いした時にキャッチボールしたことあるんですよ。でその時にカーブをパンって投げたんですよ。ものすごいカーブだったんですよ。一般的に言えばおじいちゃんの年齢ですよ。ものすごいカーブでしたよ。って思いました。そんなことあったんですか。びっくりした。この400勝で切れてるのもいいなっていうかね、うん、これって多分最後5回2アウトでおか俺行くからっていうまあ伝説の人じゃないですか、うんうん、298敗っていう数字もすごいよね。298敗できないですからね。そうですよね。だから立ち続けた人だと思うんですよ、まあ、その意味で尊敬します。阪神発表していただけますか。阪神といえば掛布さんですね。ミスタータイガース、はい、一定世代にとっては阪神に掛布がいないのはわさびの乗ってない寿司みたいな感じがあると思うんですよね。阪神にとって掛布さんがいないというのもなんか阪神じゃないという、まあ、そういう象徴。イチローさんが見られてたその頃ってイチローさん中学生中学ぐらいですね。同じ左バッターとしてどういうところが掛布さん良かったんですかね。あのやっぱ独特のタイミングの取り方、あの逃げ足の使い方、タイミングポンポンポンってこう、あれは真似もしたし、いろいろな選手を真似するうちの一人でした。読売巨人軍、はい、王貞治選手です。選出の理由を言うのがむしろ世界の野球選手たちの憧れで、日本代表としてアメリカに試合に行くとサインを欲しい一番の方ですよ。日本人としての誇りです。数字とか改めて見ると OPS 全部1超えてるんですよねずっと王監督にホームランのイメージしかなくて、二塁打とか三塁打ってちゃんと走ってたんですかって言って、走ってるバカ野郎って言われてないでしょ。だって王監督が三塁まで全力疾走とかってイメージが全く出てこないんで、内野安打ってさ、イメージって恐ろしいな、ね、確かに。広島、はい、お願いします。野村健次郎選手です。どういうところが一郎さんのチョイスにハマったの。左バッターとして、まあ、1番バッターの、まあ、僕イメージですけど、野村さんは左ピッチャーのスライダー、まあ、カーブの右の肩の我慢の仕方、これは誰よりも上手かった選手だと思います。で僕参考になったと思います。見てて一郎さんとのその現役時代のかぶりで言うと、95年の日本シリーズの時に、まあ、相手ヤクルトだったんですけど、はい、相手の、まあ、野村監督が、まあ、一郎について、まあ、質問された時に、うん、いや野村の方が上だろうって言ったことがあるんですよ、うん、あ、僕も野村さんと比べてもらえるようになったのかってすごい嬉しかったんですよ、うん、その時。それぐらいなんか僕の中でうまい、バッティングがうまい、パワーもありますから、3割どうですかね、20本で30盗塁はなんかするイメージ、ショートの上にこう狙ったようにこうヒットを落とすっていうあの技術がたまらなく僕は好きでした。中日の選手はどなたでしょう。松坂大輔投手です、はあ、これはそれこそあれですね、きっとそのイチローさんなりのルールがこうあったりとか、うん、他の球団とのバランスで中日で選んだっていう感じなんですかね、はい、まあ、西武から一人選んでいたので。松坂選手に関してもイチローさんにこう何を聞いたらいいのかっていう思い入れ深いんだろうなっていうのはすごい感じましたね、うん、はい、まあ、もちろん最初の三三振はそれ大輔にとっては自信が確信に変わったって、まあ、名言入ってましたけど、僕としたらもうそんなわけねえだろって。これはでもね、あのスライダーがインパクトが強すぎて、このスライダーを早い段階で僕が捉えない限りはもう永遠にやれるかもしれないっていうその恐怖をあの試合で、まあ、高卒の新人投手に対してそんなことを思ったんですか。思いました。びっくりしましたね。スライダーがを捉えない限りは僕の勝ちにはならないから、うん、それを早い段階で仕留めたいって、まあ、あの日に思ったことですね。それぐらいこうインパクト
衝撃的でした。高校野球で活躍されたのは当然ご存知でした。僕ね当時高校野球見てなかったんですよ。例えば金属バットの音とか、うまくなかった時の自分を思い出してしまうっていうのがあって、もう意図的に見てなかったんですよ。でも大好きな甲子園は見ました。グリーンスタジアムのロッカールームで見てて、でその日がね多分西武戦だったんですよね。で新谷さんが先発 で145から7ぐらいで、まあ、キレのいい球を投げる。で数字だけ見ると、まあ、大好きも同じぐらいだったんですよね。実際だったら、まあ、そのスライダーのインパクトが強すぎて、そのまっすぐも当然もっと速く感じるんですよ。体感速度が違う。で新谷さん僕大好きだったからもう平和で打つんだけど全然違ったんですよ。そういうのもあったね。横浜、はい、はい、大魔神佐々木投手ですね。対戦したことは日本のオールスターですね。でもあのフォークは実は見てないんですよ。え、どういうことですか。佐々木さんがもうオールスターだからもうまっすぐで行くとか、なんかそんな、いやそういうのいいかなって思ってる。僕はフォーク見たいんだよ。でも結局まあ、っすぐしか僕は見てないんですよ。後ろから守ってる、まあ、ライトセンターはライトからもしか見てないです。なるほど。ベストクローザーといえば佐々木さんっていうイメージですか。もちろん2001年のあのマリナーズを最後に締めくくったネルソン、ローズ、まあ佐々木さんで、6回まで勝ってたらマリナーズが勝ったんですよ。その最後が佐々木さんですから、今までの歴史で一番勝ったチームのクローザーですよ。それはもう迷う余地がない。フォークって分かってても打てないとかっていうことなんですか。佐々木さんのフォークはおそらくまっすぐ張ってたら絶対に打てないですよ。つまりフォークを待ちながらまっすぐに対応するしかないですよ。だからそれができない選手は絶対に打てないです。マリナーズ時代に一緒に過ごされたんですけど、どういう方ですか。すごく人が良くてバカ野郎ってやってんだけど、後輩のくせに、だけどなんかそれが成立する関係っていうか、まあ馬にも詳しそうだし、なんかオリックスはそれこそまあイチローさんが所属していたチームなので、はい、どなた選ぶのかなって本当に興味深かったんですけど、ちょっとあの意外な感じ。そうですか。福良純一選手です。渋いというか。渋いです。選出の理由を。最高の2番バッターですね。今2番の定義は全然変わってしまいましたけど、これが2番だっていう2番ですよ。まあ、もし仮にイチローさんが監督だとしたら、やっぱり2番はそういう感じでチームを組みたいと思いますね。福良さんいるなら2番にしたいですね。で実は福良さん1番つけてらっしゃいますけど、51番なんです。僕の前の前ぐらいの51番なのかな、で福良さんのニックネームがデコデコ、なんでデコなのかなって、D51 のデコなんです。あ、僕が盗塁したら絶対に振らないですよ。ワンストライクの後でも、ツーストライクに追い込まれても絶対に振らないですよ。だから僕は振り返る必要がないですよ。キャッチャー今ってそれみんな振っていくんですよ、もう完璧なスタート、でノーアウト二塁確定なのに、ファールしたり、まあ、フライ上げてアウトになったり、もうそんなのしょっちゅう見ますよ。そんなの野球じゃないって僕思ってるから。絶対に一度走ったら振らない、もう分かってると。ノーアウト二塁になるのは、でそこでまあバントしたらワンアウト三塁になるし、セカンドゴロでもまあワンアウト三塁、それで確定なんですよ。でうまくいけば、まあ、ヒットになるかもしれないし、まあ、そういうやっぱ確率のゲームなんで、野球って。そうやってこう進めていかないと、なんか風情がないっていうかね。頭使うゲームなんだ、野球を、っていうのをこう一緒に体現していた、良きパートナー。まさしくそうです。さあ、続きまして、これはですね、イチローセレクション誰だろうって予想する中で、多分この人当てられる人は僕いないと思います。ロッテお願いします。エリック・ヒルマン投手です。え、それ知らない人も多い。ヒルマン投手に、まあ短いもん、ね、2年いてその後巨人でしたっけ。そのたった2年のヒルマンさんを選手を選ばれたのはよほどの理由があるのかなと思うんですけど、僕は18から、まあ、プロの世界入って28年の中でバットを3本折られたのはヒルマンです。1試合で3本おられたのは、1試合でじゃないです、はい、左の大きい投手ですよね、はい、そうです。イチローさんがおられる、なんかこう理由とか原因とか思い当たるしってあります。まあリベラ、マリアのリベラに近いですね。球は速くないですよ、140キロ前後、
だったかな。でも折られちゃう。なんかバット折るってやっぱり剛速球来て、剛速球でバット折られるわけじゃないですよ。やっぱ動く球なんですよ。でヒルマンの場合は、まあ、とにかくまあ大きくてリリースポイントがバッターよりものすごい近く感じるんですよね。ランディ・ジョンソンのまっすぐより、はい、ヒルマンのまっすぐの方が打ちづらいんですよ。それぐらいインパクトありました。これは厄介なの来たって。ボーイ・バレンタインさすがだなって。でそこにまあフランコ呼んできた、はいはいはい、いや強かったもん、あの当時の強かった、うん、確かにそうですよね。まあ、小宮山さんいて、うん、イラブさんってヒルマン、この3人のセットとしてはダントツに良かった。さあそして次の楽天もまたイチローセレクションの選手から発表していただきますか。はい、アンドリュー・ジョーンズ選手です。アンドリュー・ジョーンズも楽天には1年2年ですよね、うん、しかもイチローさんは当然そのアンドリュー・ジョーンズが楽天に来た時には、うん、まあいなかったので、はい、そのちょっと理由を聞かせていただいて、はい、この人のセンターの守備は最高ですよ。トーリーハンターよりもまあ美しかったかもしれないですね。何年続けて取ったかな。10年、10年取ったでしょ、ゴールドグラブ。はい、10年だと思う。ちょっとやんちゃなところがあるんだけど、でもニューヨーク来て人がガラッと変わって、うん、楽天でも結果も残してるということは、うん、やっぱそのままなんだろうなと思うんですよね。結構はちゃめちゃだったはずなんですよ。それがニューヨーク来てこうまあジーターもいて、まあ、そういう場所なんですよね、ヤンキースって。イチローさん2012年の時一緒のチーム、一緒やってますよね。もちろんやってます、うん、まあそういうのもありました。すごいムードメーカーで、へー、うん、僕大好きでしたから。センターの守備が美しいっていうのはいいですよね。こう遊んでるみたいに見えるんですよ。ふざけてるように見える。でもそれってやっぱ余裕ないとできないんだよ、はいはい、そんな長守備は出てこないですよ、なかなか。残るところ3つになりまして、はい、ここもたくさん選手がいるんですけれども、ソフトバンク、はい、城島健二選手ですね。僕のいくつ下なんだろう、2つか3つぐらい違う、2つだと思う。まあ生意気に見えるタイプなんですよ。けどね、すごい真面目な男で。あ、そうなんですか、うん、まあ、そういう意味で損してるジョーはね、うん、だけどやっぱ自信があるから、特にバットの方で結果出ない時なんかはアウトになってダグアウト戻って涙をこう我慢してるんですよ、悔しくて。でいい時はもう最高だから、ジョーは。タイプとしてはゲレーロ、今で言うとお父さんの方ですよね。お父さんゲレーロ、うん、お父さんゲレーロ、こうゲレーロぐらいの感じもうどこまでもバッと当てられて、でそれをヒットにされる、まあ、ホームランにされる、うん、そういう面白さがある。ちょっと話ずれるんですけど、その12名の選手選ぶ時に、うん、キャッチャーって何番目にこう選んだんですか。ジョーを選んだのは相当早いんですよ。早い段階で選びました。ジョー以外になかそう出てこないからです、僕の中では。メジャーリーグに行ってキャッチャーやるって苦労もたくさんあったと思うんですけど、すごいですよね。まあ、そういう意味でもう二度と出てこないかもしれないです。日本人でキャッチャー当時はね、うん、まあ、ピッチャーは大丈夫だろう、うん、から始まってる。そうですよね、うん、で今度野手は無理だ、うん、で、まあ、僕行きました。そうですね、はい、そうすると今度内野手は無理だ、ショートでレギュラーを張った選手は残念ながら、うん、今のところいないんでまだクエスチョン、うん、キャッチャーできるやつはそれこそ出てこないんじゃないかって思いますね。続きましては日本ハム張本選手。あ、そこは敬意を表してた、はい、現役時代は幼少時代とかに見、いや見てないです。ないですよね、はい、王さんですらなかなか最後の方で、ね、そうですね、はい、ポイントを上げるとしたら今、まあ、張本さんああ見えてああ見えてってどう見えてっていう話なんですけど王選手のあの756号の時に後ろでこういうジャンプしてるのが張本さんで、いやその世界記録とはいえね、人の記録であんな表現ができるのってめっちゃいい人なんだなって思うんですよ。あー、だからチームメイトとしてはすごく一緒に戦っていたい選手なんじゃないかな。なるほど。あの写真を見て想像するわけですよね、うん、まあ、その後の張本さんって勝つのイメージが強いんですけど、うんうん、ここに入れたらもう勝つ入れられるんじゃないかってチームメイトからそういう意味も込めて張本さん、一郎さんとは
ね、シアトルにもいらっしゃったりとか、はい、技術的な話とかっていうのはされたこととかっていうのはあるんですか？技術的な話はないんですね。でも僕210本打った翌年、うん、95年に東京ドームでオープン戦の時だったと思うんですけど、とことこいらっしゃってバッティング練習中の僕のところに首位打者、連続首位打者の記録で3000、お前が超えるんだっておっしゃったんですよ。すごいインパクトだったんですよ。まだ1年しかやってない、うん、僕にね、そんなこと、嬉しかったし、でそれを例えば3085を超える時、まあ、シアトルにいらっしゃって、うん、はい、その話を張本さんにしたら全然覚えてないですよ。そういう一面もあるっていうね、うんうん、ずっこけましたけどね。最後、はい、西武ライオンズになりました、はい、松坂投手をも追いやというか、うん、どうしてもその、はい、そういう選択になるぐらい大事だった、はい、最後のこの方、はい、ご紹介お願いします、はい、秋山浩二選手です。秋山さん、どういうところが、まず最もアスリートでしたね。野球選手ってあんまりアスリートっぽくないんですよ、うん、でも何をやっても美しかったし、実際速い、強い、まあ打っては全部できる、そんな選手、まあ、いないですよ。美しかったです、秋山さん、何やっても。だから美しい選手っていないんですよ。ただあのバク転とか呼ぶんだと思うけど、まああれもまあ能力じゃないですか、うん、僕あんなことできない、うん、おそらく時代が違っていたら最初のメジャーリーガーは秋山さんですよ。日本が誇る野手、日本代表の野手は時代が違えばもう秋山選手ですよ。それは間違いないです。強さとしなやかさが両方あった感じですよね。西武時代もどうしようもなかったし、ここで秋山さんかってやっぱやられるし、うん、大英に移籍されてからも、まあ、そのスタイルは変わってなかったんだけど、一回僕がセンターのこうライナーで、うん、完璧に捉えただけで、ああ取られるセンターって秋山さん前出てきたんですよ。上越したんですよ。めっちゃ嬉しかったです。それは僕の能力なのか秋山さんがちょっと落ちたのか、それは分からないんだけど、うん、まあ、結果としてそうなったことは嬉しかった。ということで、選んでいただいたイチローセレクション12名の選手と選出の、まあ、理由、イチローさんの思いを聞かせていただいて、はい、まあ、本当に野球面白いなって改めて思ったんですけど、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。僕が選んだこの OB の選手たち、まあ、まあ皆さんゲームをやられている方々は知らない方も多いと思うんですけど、このゲームを通じてこの選手たちの、まあ、素晴らしさとか凄さを実感してもらえたらとても嬉しいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。コナミ